模型が傷ついちゃうよ。高博さんへ。お久しぶりです。あれから1年も時間が経ってしまいました。本当はすぐにでも高博さんと会いたいのですが、もうそれもできなくなってしまったみたいです。ずっとベッドの上で過ごしていたら、自分の足で歩くことすらできなくなってしまったみたいです。自分の足なのに自分の足じゃないみたいで少し不思議です。一度だけのはずの手術も、もう明日で6回目です。手術を受けた後は何もできなくなるので嫌いです。手術を受けるたびに自分の体が動かなくなっていくような感じです。指も少ししか動かなくなってしまいました。だから手紙を書けるチャンスもこれで最後だと思います。次の手術が終わったら、もうそれもできないような気がします。だからこの時計をお父様に頼んで高博さんに渡してもらうことにしました。高博さんはいつも丘にいるので、お父様も高博さんを見つけることができると思います。この手紙を高博さんが読んでいる時は、もう私はこの世界にはいないと思います。約束守れなくてごめんね。本当は自分の手でこの時計を渡したかったです。大好きな高博さんへ。伊原千歳。 PS 千歳の友達になってくれてありがとう。高博さんのことは天国に行っても絶対に忘れません。
HIROさん。時計が動きました。時をまた刻んでくれたのです。だからやっと会えたのですね。でも知らない間にだいぶお世話になったみたいです。あれからどのくらい経ったのでしょう。多分もう遠くなってしまったのでしょうね。あの約束、高弘さんも覚えてませんよね。それでもまた高弘さんに会えたのだから。あの、千歳のこと思い出されたのですか。高弘さん、そんなに抱きしめたら痛いですよ。捕まえなくても、千歳は、リニアは、どこにも行きませんよ。だから、高弘さん、泣かないでください。やっとお会いできたのですから。そんなことないじゃないですか。高弘さんは千歳を覚えていてくれたじゃないですか。だからこうして私は高弘さんに会うことができるのじゃないですか。なら舞妓じゃないですか。私も記憶をすべて失っていたのですから。高弘さんとの約束が果たせなかったじゃないですか。それだけが心残りでしたから。私が千歳だった時から、そしてその心をリニアに宿してからも、それだけが心残りでした。でもその時計、高弘さんに返すことができましたね。こんなに古いのに、この時計はまだ動いていたのですね。高
ひろさんが私と会うために渡してくれた時計、ずっと動くことがなかったけど、でもこの子はまた時を刻み始めてくれました。二人の約束のために。でもよかった、最後の約束を守れて。これで私は本当に眠ることができます。
とうとう明日だな。レイは予定通り反乱軍を壊滅させてここに向かっている。明日の昼にはこの島に上陸するだろう。ああ、だがこちらも準備はすべて整っている。ジョーちゃんも第6層に避難させた。あそこならこの島が壊滅して俺たちが死んだとしても簡単にはジョーちゃんは奪われないだろう。奴ら上陸するぞ。海底のセンサーに引っかかりやがった。ああ、最新のレーダーが空を見張っている。ならば海からだろうと思ってな。基本的に海のレーダーは大掛かりすぎて使い物にならないからな。結構な死角となる。こちら側が用意したものはまあ昔からあるトラップなんだが、最新のものしか知らない若造どもにはわからんと思ったが、バッチリだったな。さてと、この後はどうするんだ。